代表辞退が3人目となりました。阪神の上野捕手に変わりましたけども、菅野投手が辞退を決めました。その代わりに日本ハムの伊藤大海投手です。右ピッチャーの、ボールの速いピッチャーです。この伊藤大海投手は栗林投手と同じようにルーキーです。だからルーキーが選ばれるのは2人目ですね。日本ハムの伊藤大海投手は6勝4敗 2.65 の防御率です。ストレートも155、6キロ出ますからね、速いピッチャー、非常にパワーピッチャーですね。それで伊藤大海投手は北海道の駒大苫小牧高校からですね、東京の駒澤大学に進学しましたけれども、すぐに辞めてしまいました。そして北海道に戻って苫小牧の駒澤大学に入り直して、そこのリーグで投げていたんですけども、でも駒澤大学から北海道の大学に移ってますから、1年間は出場できないというルールがありまして、練習を重ねていたんだと思いますね。復帰してからその大学で非常に活躍しまして、昨年のドラフトでは日本ハムのドラフト1位で指名されました。今現在は先発で投げておりますけれども、おそらくリリーフでも務められるピッチャーだと思い、稲葉監督は指名したんじゃないかなと思いますね。そして巨人の中川投手も辞退しておりましたから、そこにソフトバンクの千賀投手が選ばれるのではないかと、そんな情報がありますけれども、近々にもはっきりするんじゃないかなと思います。しかし千賀投手は故障で今シーズン投げておりませんので、先日3軍で158キロを出したと聞いておりますけれども、ほぼ回復しているだろうということで、侍ジャパンに復帰するのではないかと思われます。しかし千賀投手は万全な状態ではないですから、球団としても送り出すにはちょっとやはり悩んでると思いますよね。というのは、3軍でそれだけ投げれるようになりましたので、後半戦の戦力として今ソフトバンクは非常に優勝争いで、まだ中盤ですけども、後半の戦力として千賀投手に期待を抱いていると思うんですね。そういう投手がオリンピック代表に選ばれて、オリンピックでどのくらい投げれるか、後半戦に球団としては期待感があればですね、侍ジャパンには行ってほしくないと思ってるかなと。しかし後半戦あまり戦力として見ていないのであれば、ちょっと厳しい言い方かもしれませんが、球団は本人の意向に任せて代表入りするかもしれません。投げれるようになれば、正直言って後半戦の方が大事かもしれませんからね。まだ千賀君の動向が分かりませんので、どうなりますか。伊藤大海投手の選考もですね、稲葉監督、それから立山コーチ、日本ハムの出身ですから、日本ハムにお願いして伊藤大海投手を出してくれないかと、そんなような考えで交渉したんだと思いますね。今のところ日本ハムは6位に沈んでますから、むしろ伊藤大海投手が代表入りするのは喜ばしいことだと思ってるんじゃないですかね。やはりですね、もうオリンピックまでそんな日にちがないですから、いきなり各球団にこの選手を出してくれと、この選手をお願いしますと言ってもですね、なかなか二の足を踏むと思うんですね。例えばソフトバンクの左の加山投手とか、
楽天の松井裕樹投手とか、西武ライオンズの高橋光成投手とか、今年は非常に調子がいいもんですから、まあ、こういう投手を、まあ、最初から私も選んでほしいなと思ってましたけれども、今からですとなかなか球団もですね、首を縦に振らないのではないかと思います。もし千賀投手が代表入りをしなかったならば、また他の選手を選ばないとダメですね。さて、これからどんな状況になるか、まあ、しかし代表選手のメンバーを見ると、まあ、ほぼ完璧だと思うんですよね。稲葉監督が1年2年、まあ、それ以上かけて選考してきた、選手たちですから、まあ、各球団も非常に侍ジャパンには協力したと思います。だからこれからまた新たな選手を選ぶとなると、各球団は稲葉君もういいだろうと、その戦力でやってくれよと思っているかもしれません。またアメリカチームもですね、代表選考には非常に悩んだようですけども、まあ、基本的にはオリンピックの期間中はメジャーリーグは休みませんから、原則的に各球団40人枠の中に入っている選手はオリンピックには出さないという取り決めがあるんですよね。まあ、メジャーリーグでも実績のある選手が選ばれておりますけども、でも今現在40人枠に入ってない選手が選ばれております。そして日本で活躍しているベイスターズのオースティン選手とか、ヤクルトのマクガフ選手とか、何人かがアメリカチームの代表に入っておりますよね。何はともあれ、また出場辞退者が出てくるとなるとまた大変かなと思いますけども、まあとにかくオリンピックでは金メダルを取ってください。健闘を祈ります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。